毎度お気に、我らは今日も心躍ってます。どうも、力黒ちかやです。お願いします。お願いします。普段使わすぎて。すいません、サムネみんな見てね、見てくれてると思うんでね。関西弁で今日ちょっと挨拶していったのかなと思ってやったんですけども、思いっきり下りましたね。滋賀やからね。滋賀なんだ、僕ね。出身滋賀県なんで。使うことはないですね。おめえは関西人じゃないってこう、たまに言われる時あるんですよ。いや、大阪でもそんなこってこで使わんで、ね。ないですよね。背伸びしましたね。はい。まあ、てな感じで、今日も元気にみんなで語ろうやっていきましょうということでね、はい、早速いきたいと思うんですけれども、はい、ジャニーズですよ、また。そうですね。で、まあ僕たちジャニーズは SnowMan から始まって、はい、でキング&プリンスあって、はい、第3弾のジャニーズのアーティストの登場ということで、早速涼介に今回のアーティスト発表してもらいましょう。お願いします。なにわ男子の THE ANSWER です。はい、ということで。なにわ男子ですね。来ましたね。ちょっと涼介ってなにわ男子っぽいよな。そう。なんか雰囲気が。ちょっと髪の色変えたら分かりますか皆さん。ちょっと暗い。赤色からちょっと落ち着いたんで、余計にちょっとなにわ男子っぽいと思うんですけども。まあ僕たちね、出身と今住んでる地域から考えたらなにわ男子です。そうですね。そうですよ。なにわに住んでます。僕たちなにわに住んでるので、なにわ男子の、まあ一員ということでいいですか、もう今日は。入れさせていただきます。うるせえって言われる。黙れと。めっちゃ怒られそう。てか、もうなにわ男子のそのファンの方は、なんて言うのかな。ああ、確かに。その、スノーマンやったらスノータンとかありますけれども、僕たちあえてちょっと調べず動画を作るっていうスタイルで、そのファンの方々に教えていただきながら、コメントでね。うん、やっぱりコメントでみんなで語ろうようして、ワイ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 みんなでして、僕たちもそのコメントをしっかり見てね、勉強してるっていう段階なんで、なにわ男子のファンの方々はぜひね、コメントでいろんな情報を教えていただけたらなと思うんですけれども、お願いします。まあ、ホームということで、はい、もうね、早速見ていきましょうよ。ホームではない。ホーム。ホームですから。なんかこう、なにわってつくだけでちょっと落ち着かない。それはあるから、ね。うん、ちょっとこう、親近感湧くやん。大阪っていうのは、ね、そうそうそう、テレビでたまに出てるの見た時も関西弁やから、うん、俺らと一緒やん。親近感湧いてっていう面では親近感湧いてもらってるかもしれへんしな。確かに。あ、俺らね。そう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 。動画飛ばさないでください。すいません、調子に乗ったんで。もうスキップ。そうそう。まあそんな感じでノリよくね、今回も見ていきたいなと思いますので、恒例の挨拶いきましょうか。はい、いきます。せーの、よろしくどうぞ。力ぐ。ちょっとね、本当はたこ焼きでも食いながらやりたいんですけれども、確かにおもろいですね。たこ焼きでも食いながらね。ちなみにたこ焼きはわなかのたこ焼きが一番好きです。わなか、わなか美味しいですよ。センキューイヤホン。わなかはどこにあるんですか？わなかはいっぱいありますよ。わなかは新大阪駅とか難波にもあるし、うまいそう、わなか。ぜひね、大阪に来た力具のファンの方はですね、ぜひたこ焼きわなか食べてくださいね。メンションしてストーリーに上げてほしいですね。そう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 。チカログの動画を見て、わなか来ましたって言ったらすぐ拾うんで。おすすめは塩。そうです。じゃあ早速見ていきたいなと思いますけれども、今回はですね、ちょっと僕たちその初見のアーティストはダンスプラクティスバージョンをよく見るんですよね、はい、僕たち2人ともプロのダンサーなのでダンスから入った方が喋りやすいなっていうのもあるんですけれども、今回ね、なんと6日前にね、なにわ男子の「THE ANSWER」が出てるということで、なんかね、このサムネイルが気になったんですよ。なんか。なにわ男子って可愛らしい雰囲気があるグループやなと思ってたんですけども、僕らウブラブを知ってるんで。そうやね、真逆の雰囲気やからね。かっこいい、めっちゃ。なんかホグワーツみたいじゃん。ああ、確かに。後ろの本棚という、うん、これホグワーツやこれ。ザ・アンサーもハリー・ポッター、ハリー・ポッターみたいな。もうこれでもれなく全員スリザリンよ。ごめんなさいね、もれなく全員スリザリンなんですよ。まあそんなこと置いといてですよ、早速見ていきたいなと思います。なにわ男子で THE ANSWER いきたいと思います。はいで、かっこいいな。なんかなにわ男子っぽくない？おお、いや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 、ちょっと止めますね。なにわ男子ってこんな踊れた？知らんかった。俺もなんかもっとゆるいなんかゆるいそう感じかな思ったらめちゃくちゃ踊りますやんなにわ男子。飛ばすね。あと美術強すぎん思った。道枝君の美術強すぎません？えぐいなえぐいな。ちょっともう一回最初から見ましょうか。もう恒例なんですけども踊り出す瞬間からねいきますよ。最初のジョーの顔バリいかつい。確かにこれね、うん、わかる。大橋くんやっぱ大橋くんってやっぱ可愛い中にねかっこよさあるよな。道枝くんえぐいな。道枝くんはマジずるいよ。めっちゃ踊るやん。いやかっこいいって大橋くん。えキレキレじゃないめっちゃ。え美術や美術や強い強い強い。えぐいな道枝くん。この顔になん人生何回目やったらなれんやろ。確かに今ので飯食えるやろ。ごめんなさいねちょっと今ので飯食えるマジでそれそれかっこいいしかっこいいな。真実は一つ、いいですよ。長尾くんですかこれは。大西くんですね。じゃあ大西くんってめっちゃ目でかない？今の大西くんかな。今の大西君の大橋君じゃないよ。大西君そう2人いるからね。なんか美術強いぞ全員。ちょっと濃いめの化粧なんかわかる。いつもよりな、うん、ちょっとやっぱキリッとしてるよなまぶたが。はいはい。僕ね大西君のこのちょっと可愛らしい表情のある顔にハスキーボイスでね。ああうん確かにそれ好きやねんな。結構それ好きな方いますよね。絶対おると思う。いるよね。怖い。いやいる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 。よしこの人かっこいいよな。この方だけ存じ上げてないですよ。この方存じ上げてなくてちょっとコメントください。誰やろ。そうやね道枝君身長高いってジョー。おお強かったね今の。めっちゃ今回ジョー君がめちゃくちゃ目立ってないかっこいいな。うわかっこいいな。これがいいよね。これがすごい振り付けキャッチーよね。ちょっとねサビもう一回見ていいですか。もう一回見ましょう。なんかすごいキャッチーの中に、うん、僕たち最初その雰囲気違うみたいなの言ったけど、うん、だからこのちょっとおしゃれ路線で来てるやん。なんか今回おしゃれの中になにわ男子さもあるっていう、だからなんかなんかいつもと違いすぎるとは多分ならへんちゃうんかな。あー、なるほど。そうそうそうファンの方は黄身といいよね。いやめっちゃキャッチーよ。手繰り寄せるっていいよな。これこれ手繰り寄せる。歌いいな。ほんでこれいいな。いいよね。俺足で飛んだ好きやね。だだだだ見えへんのかちょっと見えないですよねごめんなさいね。足で音とんの好きやな。この次よはいいいここ道枝くんってさシンプルなこと言うよ。男前すぎん？いやもうほんまにもう美女のいい話したら終わらんこれ。すげえな。ニキビの一つでもないんでしょうかマジで。SK2 ですかね。すげえな。よしで身長高いね。そうなんかさ今回さそのジョー君、うん、なんやろいつもよりさワイルドさって、うんなんかかっこいいよな。めっちゃ男らしくない？めっちゃそのなんかふんわりしたイメージやん、なにわ男子の。今のところまあボケみたいな感じやからね。あ、そうなんや。へえ。かっこいいわ、うん、めっちゃかっこいい。この人がかっこいい。なんかさ、いい意味でさ、このなにわ男子っぽくない雰囲気してる、ね、いやのに名前知らんのかいってちょっと怒られそうだね。そこはちょっと優しめでお願いします。語ろうよでお願いします。語ろうよで、ごめんなさいね。できればちょっと絵文字とかありで何々です覚えてくださいとかじゃなくて、お願いします。すいません、いきます。うん、こう世界観がいいよね。アイス。こうなってますよ。おお。PV めっちゃ気合入ってんな。すげえな。鳥肌だった今。チキン肌スタンドアップしましたから。チキン肌です。はい。いや、大橋くんの声いいんよ、好きなんよ。ちょっと戻りますね。うん、戻って。俺もう一回聞きたいから、今の大橋くんの声を。さっき言ったようにサビは思ったよりキャッチーな振り付けしてる、はい、うんだからね、マネしやすいぐらいの。確かにね。こっからのずっとこのステップで、これブギーウォークですよね、この足。ドゥンダドゥンダ、踊りやすい振り付けを可愛くつけてるって感じやけど、ドゥンからのパーにしてブギーウォークしてからもう一回広げますからね。見やすいよね。表情やっぱすごいね、うん、曲に合った表情。確かにな。なんかちょっと大人の、うん、大人のなにわ男子やね。ああ、なるほどね。うん、ちょっと大人になったなにわ男子。だから年齢層高いジョーとか特に見やすいかもしれない。ああ、だからぴったりなんかもしれない、うん、なんか今回引っ張ってってる感じするよな。でもなんかさ、こう大橋くんとか道枝くんとかのそのやっぱ普段めっちゃ可愛いっぽい、うん、大西くんもそうやけどが、なんかちょっと大人になった様子が、あ、なるほど、こうファンの人からしたらちょっとキュンってくるポイントなんじゃないかな。かっこいいにピックアップされてる。そうそうそう、可愛い要素じゃなくてな、うん、そういうビジュアルいいな。これね。いいな。いや、食う好きやわ。はい、ステップいいですよ。あ、ほんまや、ハスキー。そうやろ。もう一回聞いて。もう一回聞いてな。で、その前のステップも見て。そう、123、123。ちなみに彼はステップ苦手ですので、ステップでいつもつまずくんですよね、練習の時もね。いや、怒られてます。いきますよ。ほい。これはね、123、123、123。おー、いいねー。ごちそうさまです。マジで。あ、指うまっ。おお、ナイス。あと2回、あと3回見ます。あと3回見ますね。最後の道枝君だめや。道枝君。一つってこうやん。この具合。何？どうしてるの？指の具合よ。こうしてねんで。こうしてねんで。この指出る？一つって一つちゃうもんね。これを1と換算する、うん、そうそうそう道枝君やから1に見えるけど、いや2つやんって言われた。俺やったら怒られる。2つやん。道枝君やからこれ1つって言われる。そう、困れる。そう、もう一回見ましょうね。はい、いやチャ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 、ねえかな、これは。時計の音に合わせてるんですよ、これ。ああ、目になってるんや。最後。こうか。すげえ。チカログ。はい、というわけで。まあ僕たちね、その2人全然見たことないって言ってたのに、そのいつもと違うとか、見てたんっていう印象与えちゃったかもしれないんですけど、僕たちそのウブラブを1回ね過去に踊ってるんですよ。でそのチカログの YouTube の動画でもあるので、ちょっと遡って見ていただきたいなって思うんですけれども、ねウブラブのイメージしかなかったよ。そう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 、あなかわいいかわいいイメージしか僕ねちょっと結構するけどいやそう可愛いイメージしかなかったのに、アンサーでいきなりあんななんかちょっとこう大人びたなにわ男子を見せてくるあたりが、やっぱファンの人からしたらギュンってくんじゃん。この振り幅ほんますごいギュンって。だからその小学校までこう好きやった女の子がおって、こう久々にこう高校なって出会った時にめちゃくちゃ大人びてる、ギュンってくるやん。可愛くないねんな。こんのキュンキュンにしようキュンごめんキュンにしよう。ギュンはちょっとキュンはなんか違うな、似合わへんかちょっといや本当にね違いすぎて、ウブラブとほんまに真逆やな。ダンサーとして見るってなった時に、やっぱそのなにわ男子のダンスってそのどっちかっていったら強いっていうかは、真似しやすくて顔が見やすいようなダンスかなと思ってたんやけど、ダンサーから見てめちゃくちゃかっこよかった。普通にかっこよかった。今回の振り付けめちゃくちゃかっこよかった。これめっちゃ印象ある。これめっちゃ足ね、足つかっかね、あと V ウォークしながらのパーで広げる。やってることはシンプルやね。シンプルやね。でダンスってスキルの押し付けじゃなあかんのよ。別に俺らうまいやろっていくらでもいるんで、やっぱそこがそのダンサーとアーティストの違い。今回のそのなにわ男子の「ザ・アンサー」はそのなんやろ、美術も強いし、世界観もめっちゃあるし、ダークな世界観から最後なんか天国みたいな世界になって、そう、あれすごいすごいやん。でそれにキャッチーなダンスがちゃんとまとめられてて、すごい見やすかったよな。見やすい。なんやろあれ、俺らであんだけ見やすかったらファンの人とかいつもと違う、でもなんか新しいなにわ男子見してくれたみたいな感じで感極まってたと思うで。何回も見る、こうなジョー君の時だけね、ジョーって言ってたんですけど、あるんですよね、ジョー君と昔のエピソード的な。僕の身内にジュニアがいてて、身内にそうなんですよ。でその世代のジョーがジュニアの時が一緒で、なるほど、で家族ぐるみで仲が良くて、だから僕が小学校ぐらいの時にジョーも小学生でよくご飯とか行ってたんや、行ってたっていうのがあって、まあそれ以降身内も辞めちゃって離れちゃったんですよ。でまあジョーは残ってたんですけど、そこからもう何もなかったんですけど、たまたま大学の後輩になったんですよ、ジョー君が。ジョーがでダンスサークル入ってて、僕もに入ってきて、すごいやん、みたいな、ジョーやんみたいな。さっきのジョーですよね。さっきのジョー。サークルの発表の時とかやっぱファンも来たりとか、すごい。それも含まれて見てるから、後輩やし一緒にこう踊った中でもあるってことか。すごいシンプルにかっこいいなとは思うけど、なんで黙ってたのいや別にそんな今仲いいとかでもないんで、完全に遠い存在なんで。なるほどなるほど。涼介にそこ優しいエピソードあふれてますわそこを売り出さへんっていうのがちらっとね、そういうのがあったっていうエピソードっていうことですよね。まあてな感じでね、なにわ男子ね、僕たちもウブラブからのこの「ザ・アンサー」で度肝抜かれた感じになってるので、今後のそのなにわ男子の見せ方というか、やっぱりその可愛らしい一面があるメンバーがかっこいいニュアンスが出てきたら、ファンな人はやっぱ成長したなってなるんでしょうね。なると思う。でも多分やっぱりどんだけかっこつけたとしても可愛いは可愛いと思うね、ファンの人からしたら。このかっこいいを見て普段のバラエティーとかのキャラを見たら、それもギャップがいるから、もう完全大阪のノリやから。大阪のノリ、それがまたおもろいもできるし、かっこいい、かわいい、なんでもできちゃう、強いよな、そういう意味では。強いと思う、ほんまに強いと思う。かわいい表現って出そう思っても出せへんからね。そうマジで今後のね、なにわ男子の活動にもちょっと注目していきながら、なにわ男子の曲の中でいい曲があったりとか、ダンスこれかっこいいよっていうのがあれば、ぜひなにわ男子のファンの方々はですね、気軽にコメントをしていただいてですね、一緒に語ろうをしていきたいなと思います。そして年内チャンネル登録者数1万人を目標に僕たち日々ね、楽しんで頑張ってますので、この動画が楽しいなと思った方、そしてこの企画が楽しいなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では今回はこんな感じで終わります。せーの、バイバーイ。ちょっとザ・アロンソでしたね。すごいギャップがいる。いやでもやっぱ1はなこれ道枝君だけこれで1していいの。これ無理な。で俺のちょっとダンスの師匠がいるんやけど、なにわ男子知ってますかみたいな聞いた時に、なにわ男子みたいな、なにわ男子なにわ男子っていうワードだけのイメージで歌を歌ってる、歌舞伎役者みたいな。なるほど。違う違う、ジャニーズだと可愛いんやぞと。もう裏のしか知らなかったから。僕と涼介一応 TikTok もあって、 TikTok は涼介の方が頑張って更新してるんですけども、概要欄にどちらのアカウントも載してるので見てほしいんですけど、ウブラブのダンスをちょっと掲載してまして、結構ね見られてるんだね。すごいですね。なにわ男子のファンの方もコメントたくさんくれてるので、ぜひこの動画見た方はついでに、TikTok も見ていただいて、まあ、Instagram の方にも上がってますが TikTok の方がまあ見やすいのかなと思うのでぜひ見てください。お願いします。いやーマジすごいわ。足で飛んのがすごいわ。このカッカ、まあ、僕の部屋のまあボディガメなんですけどパンさんですけど、足でカッカ触りにくいな。カッカどういう顔してるのこれ。シュールやねんなこれ膝の動きにカッカ鬼シュール。いやーちょっとなにわ男子をちょっと見習ってさ、俺らも新しい一面を見したりさしていかなあかんのじゃない。これはどういう面出せるの。やっぱり普段喋ってるから2人で、やっぱずっと喋ってるから、なんかたまにはさ、なんか一緒に語ろうよとかやらせてもらってますけど、なんか一緒に食べようとか食レポしよう、そういう新しい一面もさ求められてないな多分。